じゃあまた LINE 読んできます。ライドさんの知人の方たち、なんか微妙に週刊新潮の記事に対して疑ってましたね。でもやはり情報が不足気味でした。テレビの情報番組が最初だけこの件を扱って、その後は放置するからですと。そうだから昨日のね、僕が親父飲み会、おじさん飲み会で、月に1回僕やってるんですよ。おじさん飲み会で、伊藤純也のことを聞いたっていう動画ですよね。まあまあ誤解してますよね。一応まあ僕はだから説明しなかったんです、最初動画撮るまでに。実はこういう話なんだよっていうのを説明せずに、ぶっつけで伊藤純也に対してぶっちゃけどういう思いを持ってますかというような、喋りも良くするために飲み始まって1時間ぐらいしてからですよ、あれを聞いたのは。でやっぱり誤解してるなっていうところ。まあ、さっきも言いましたが、伊藤純也は、まあ、とりあえずやっただろうっていうところですよね。やってそれが同意か同意じゃないかっていうところを争ってんじゃないかっていうような。だからやっぱ松本さんとちょっと混同してるところがあるんですよね、松本人志さんの。ただ、まっちゃんの場合、相手が誰かわかんないっていうところから入ってね。またそれもすごい話だなと思うんですけど、そういう話もありましたというところと、どうですか、おじさん飲み会、また月に1回あるんで、ぜひ僕の視聴者の方でも参加したいっていう人がいたら、埼玉の方まで足を運んでいただけたら、おじさんでよければ飲み会ぜひ来て、いろんな話でもしましょうよ、飲みながら。ほんとね、今ちょっとだるいんですよ。なので別な方、これはだから昨日一昨日来たのか、一昨日来たんだけど読めなかった。これも見てますかって言って、いわゆるスポンサー Y の動画が、なんか捕まえた動画をやってるんですよね。突したみたいなね。あまり参考にはならなさげですが、と。詐欺で捕まってくれれば、伊藤純也の件は関与はっきりしないですかね、と。でもね、このね、もう今までの一連のこのスポンサー Y と言われる方、一連の悪さを見てるんですが、しょぼいんですよ。まあ、前も言いましたが、結構詐欺っていうよりは多くは債務不履行なんですよね。なんかまあ映画好きなんだろうなって感じがしますけど、映画を撮ってその出演料払わないとか、まあそこにスタッフ料払わないとか、なんかそんなやつ。あとまあひどいなと思うのは、写真集出してやるみたいな、なんかそういうやつ、出演させるみたいなので5万取るとか、なんかそういうのもあるのか。それは詐欺には当たりますけどね。ただ額ちっちゃいんですよね。5万ぐらいを何人かっていうのだと、ちょっと事件化するにはちっちゃいかなっていう感じがありますよね。もうそれこそ何億とかね、なるんであれば。まあ、ですよね。ツイッターのは、のほほんとしてるし、今回の件とは実は無関係かもと最近思ってきました。もうそうなんですよ。僕もちょっとそう思い始めてるんですよね。伊藤純也の件と、このスポンサー Y と言われる男は、ちょっと僕は違うんじゃないかなっていうふうに思ってるところがありましてですね。で、この人が捕まったっていう、いや、突したっていうツイッターを見る。やっぱり、まあ、前はね、やっぱ、純也の件をこいつか、みたいな感じの書き込みをする人は、まあまあいるんですが、なんだっけね、前にね、エンターテイナー折原さんも、ちょっとそれに触れたこと書いたんですよね。ツイートしてるんですよね。なんか、その B 子が、こいつのところの所属だったみたいな、伊藤純也の件の B 子が、こいつのところの悪徳詐欺会社、まあ、事務所の所属だってどうのこうのって書いてるか、まあ、そういうのでも広がってんのかな、なんていうふうに思うんですが、果たしてスポンサーと言われる男と、僕はちょっと結びつかない感じがあるんですよ。ただ、要は、そんなに、やからに見えないってことですかね。その前のフラッシュの話じゃないですが、長髪で、揃いの、スウェットっていうんですか、ジャージで、ブランドモンの、こう、リュックか、あれは。まあそういうの持って、やから口調で、優しくしてりゃ、つけ上がりやがって的な、感じのことで脅したって話なんですが、なんかそんな感じに見えないと。5万ぐらいの契約をさせるときに、辞めたかったら1ヶ月経ったら辞めれるし、全額返金できる。嫌だったらすぐ辞めれるということを口実に契約されるのが全くデタラメ。1ヶ月に返金を求めて、エントリーしないとダメとか、
案件こなしてこないとダメとか言う。まあなんか、そういうのもまあ詐欺っちゃ詐欺だけど、よくあるじゃないですか。100% 返金しますみたいなのって。うん、ライザップも昔そうだったじゃないですか。痩せなかったら返金しますみたいな。でも、まあ、なんだかんだそれって何癖つけるじゃないですか。いや、あなたはちゃんと言った通りやんなかったでしょうとか。なかなかそういうのって、ね、返金するの難しいから、詐欺も立証しづらいんですよね。もともと返す気はないんでしょうけど、まあその本人がね、いや、返す気はありましたよ。でもこれこれこうですよ。みたいな感じで言うと、立証しづらいね。ほんとこれ今も返金を対応お願いしますといえど、威力業務妨害がって言われるので、古虫。返金対応お願いしますと、ボットのように返してますと。これこれに取り上げられた時が絶対改善なんかされんやろうと思っていたけど、案の定を図星をつかれたら逃げている。最近新人タレントが出たっぽいけど、グルじゃないならさっさと逃げた方がいいよとか、いろいろ書かれておる。純也の件こいつか黒幕って話なのか。伊藤純也の件はどうした。 A 子 B 子のバックにいる。ガセネタ捕まされて伊藤純也を陥れた罪は重いぞ、週刊新潮配管だなとか、いろいろ書かれてはいるんですが、果たしてこのスポンサーが絵を描いたのか。まあなんか僕は今いろいろとまた時間が経って思ってきてるのは、文書にしても慎重にしてもそうですけど、言ってないことを書いたんじゃないのかなと、導いたんだなと。その輩みたいなやつが出てきて、これを主導したっていうわけではなく、もしかしたら主導してたのは週刊新潮なんじゃないのっていうふうにも思ってきてるんですよね。刑事告訴としたら説得力でなるんで、刑事告訴しましょうかみたいな感じで言ったりとか、それをじゃあ弁護士さんと一緒にやってくださいねとか、なんかそんな気がしてきましたけどね。最近のネットニュースを見ると、伊藤純也のニュースはほぼほぼ海外で活動してるっていう話が多いですよね。活躍してる話、海外で。さすがに早すぎる日本の稲妻、伊藤純也の爆速ドリブルが話題とかね。伊藤純也が二人抜き50メートルドリブル、自陣敵陣 PA 侵入に仰天、凄すぎどうなってるのとか、伊藤純也が三笘の不在を解決、左サイドでキレキレのドリブルに反響、素晴らしい瞬間とか、稲妻来た、伊藤純也50メートル爆速ドリブル、敵二人の間をすり抜けた、一部始終叫びました、日本代表でもやっぱり、伊藤純也50メートルドリブルので攻撃、大きな存在感も、スタッドランスはスコアレス、スタッドランス伊藤純也は相手ディフェンダー陣の毒だった。まあとにかくいい記事がめちゃくちゃ増えてるんで、これはもう代表復帰に向けての何ですかね、イメージとしての盛り上がりなのかなと思っています。ただ下世話な週刊誌がね、どうしてもね、まだ落としたがってる週刊誌があるんで、そことのせめぎ合いだなとは思ってますが。